12年を持ちまして、私は、サッカー人生に生きようと打つことを決めました。決めた理由としては、体とか、そういった理由ではなくて、8年前に、ゼルビアに入団して、地元町田のチームを J リーグに上げるということだけを、目標にしてきたので、今年は残念ながら、降格をしてしまいましたけれども、自分が目標としていた、地元町田に、J リーグチームを作るという、夢が達成したということで、今回いたしました。ゼルビアとの、一番の思い出はやっぱり去年の、夢を、叶えた瞬間でした。やっぱり、自分自身だけではなくて、これまでに関わった多くのスポンサー、選手たち、またスタッフ、全員の思いで上がった、勝利だったので、僕チームの、サッカー人生の中で一番の思い出でした。長い間でしたけども、このゼルビアに入れて、僕自身本当に幸せでした。長い間ありがとうございました。サッカーだけではなくていろんなことを教えてくれて頑張れる環境を作ってくれたおかげで今の僕がいると思ってます。僕がもし子供ができたら二人のように、いい環境を作っていけるような父親になっていきたいと思います。本当にありがとう。以上です。